をライトフライ級王座決定戦12ラウンドで行われます。左がランキング1位井上尚弥、右がランキング2位フィリピンのヘルソン・マンシオです。第1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのヘルソン・マンシオです。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待されますか。そうですね、1ラウンドは非常に緊張感ありますけれども、はい、やっぱそこを、ね、積極的に攻めて自分のペースに持っていくのがやっぱ井上の良さなので、はい、どんどん攻めていってほしいですね。そうですね、はい、立ち上がり井上見せてくれますかね。まあ、その言葉通り冷静にちょっと相手の動きを見ながら戦ってますよね。前回は行こう行こうという気持ちがちょっと強すぎた面が出ましたよね。そうですね、はい、前回は4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。軽くパンチを出して今距離を取りました。さあ西岡さん、ナイスフックですね。いいフックが出ましたが、フィリピンの選手に回して一発一発しっかり打ってくるっていうのが特徴。ナイスフック、ナイスカウンター。今も振り回してましたね相手は。聞いてますね、聞いてますね。あ、ここで聞いている。さあ前に出た井上が、前に出た。今日は左で崩して右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね、ナイスパンチ。さあいきなり効きましたね。さらに右、あ、回しに来てますよ。今日は打ち抜く右というのも見せていきたい、そう話していた赤いグローブ怪物井上尚弥です。効いてます。さあ第1ラウンド、まだ1分間です。今度は左、ランキング2位フィリピンのマンシオを追い込むか。今日は非常にパンチ切れてますね、はい、さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドで完璧なんじゃないですかここまで。前回の試合よりだいぶパンチも力強くなってますね、はい、急激に力強くなってますね。今日の試合が楽しみでしょうがない、そう話していた井上の、その右のパンチ、さらには左のフックボディ、ここはアッパーを見せます。相手の動きをじっと見据えながら、そしてパンチを重ねる井上尚弥です。ここも右、左から右を、ここは続ける。ここで第1ラウンド終了です。井上が1ラウンドからいきなり圧倒してみせました。第2ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースをつかんで、そしてパンチを重ねています。ここは左、そして右。さあマンシオはどういう形でここは押し返してくるでしょうか。日本タイトルをデビュー4戦目で取りました。さあ決定戦です。おー、降りてきた。あ、ショートの右を合わせます。そして右入れ替え、左、いやー、ウルナウト出してますね。はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。左ボディ、さあその指示通りのボディも出てきました。ここまで打ち分け、引き際を打つんですよね、こういう感じ、ね、はい、空いてるところをそして狙ってると、的確ですね、しっかりとパンチを出してきます。そしてそのパンチがヒットします。今日は足もね、そんなに動かさなくてですね、しっかり足を、あ、ナイス、地につけてしっかりパンチを打ってますよね、はい、はい、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が、立ち上がれるか。カウント8でマンション立ち上がります。さあ井上右だ、ここで試合を決めに来るか。マンションニュートラルコーナーに追い込む、ガードメーカーの右、尚弥コール、両国国技館、あーっと右が来た、それに対して右を返す、さらに左、この2ラウンドダウンを奪った井上尚弥、左のフック、マンシオも打ち返してきます。これがフィリピンの強豪、ランキング2位のマンシオ、それに対して日本ランキング1位井上尚弥、ここで第2ラウンドが終了しています。このラウンド井上尚弥がダウンを奪いました。川島さん、はい、ここぞというところでやはり来ましたね。このボディが効きましたね、その前のね、はい。第3ラウンドが始まりました。この試合に向け井上尚弥はしっかり流れを作って中盤 KO という、そんな自分の理想があると話しました。ここに、あ、ただちょっと川島さん、はい、怖い右というのがこのマンションありそうですね。そうですね、この右フックですね、はい、オーバーハンドのフック、
というところもありますので、そこはやっぱりね、これしっかりガードして受けてボディにつなげたいですよね。ボディ来ましたよ。さあ、ただ今の左のボディ、ボディです。そして右、さあ井上尚弥、相手を見つめる。今度はマンションのボディだ。左のボディ、さらに井上が返していきます。左でコントロールして、そして右、今日テーマに話したその右が第2ラウンドでダウンを取りました。そしてこの第3ラウンドも戦います、そう話していました。ここも接近戦からボディ狙ってましたね。ある程度打たしておいて隙を狙ってそこを打ちましたね。さあ満昇が下がり始めた、満昇が下がり始めた。ボディ効いてますね。残りはあとは1分10秒。あ、ここで、さあ井上、ここでパンチまとめたいですね。ただ満昇もここはうまく体を入れ替える。左のボディだ。そのイメージという、そのイメージ通りいけるか。さあ左いって、さあまた前に出る。あ、効いてますね。満昇は下がる。あとは時間、このラウンド残り時間がほとんどない。満昇は耐えられるか。ここで第3ラウンドが終了しています。さあ世界前哨戦、井上尚弥、1ラウンドから3ラウンドまでは圧倒的なそのボクシングで満昇を抑えました。この4ラウンド以降はどうでしょうか。ここは少しうまく井上が距離を取ってみた。おーおー、すごいやっぱですね。あ、ちょっと痛かったわ。ここも合わせます。そして左、右、さらに左を重ねるか。ただ満昇もここは引きませんでした。あ、少しこの辺りはステップも使いながらという戦いに帰ってきています。西岡さん、はい、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けている、そんな感じが井上からしますけれども。そうですね、やはり、おー、危ない、しっかりガードですよ。つなげていきたいという話をしています。はい、中コーナーサイドは鈴木アナウンサーです。さあそのフィニッシュシーン、このラウンドで迎えるかどうか。さあロープを背負わせる。体を流したところちょっと狙いたいですよね。はい、いつもの得意のパターンですね。さあまずはそして左です。ここでしょうね。はい、まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右です。ここも右、左ジャブ、そして右、はい、ボディ打ち抜く右、その右のストレートが出るか。いい、さあボディを出してきました。マンショー左目のあたり切っているようですね。あ、そうですね。井上のパンチによるダメージが満潮の左目にここはダメージを与えています。東洋太平洋ライトフライ級の王座決定戦です。12ラウンドで行われますが、4ラウンド終了時点でジャッジ3人は全てが40対35、井上尚弥を支持しています。さあこれから戦いは中盤へと入ってきます。川島さん、すると史上6戦目で日本人が世界王者獲得、これは最速。さあ第5ラウンド、井上の右、満潮タフですね。さすがランキング2位、このランキング1位井上尚弥、ランキング2位の満潮、この2人による王座決定戦です。福永さん、はい、エルソン・マンショーサイドですが、目の上の傷ですが、ドクターのチェックが入りまして、はい、まだ傷は浅くて、そして傷の幅もそれほどないということで、はい、視界には全く問題ないということでした。マンショーのパンチはちょっと力強さがなくなってきましたね。うん、あ、そうですか。はい、マンショーサイドは立本慎吾アナウンサーです。さあ少しパンチ、それに対して今度は右を出してきました、井上尚弥です。ちょっと単発の攻めというふうにマンショーが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、さあミドック、このラウンド出てきましたね。マンションが出てきました。第4ラウンド終了、大きくジャッジが、さあここでさあ右出てきたところにうまく右を合わせます。聞いた、ここでまとめる、左井上がさあ前に出た、井上が前に出る、ロープを背負わせる、ネックが続く、井上が出ました。もっとまとめたい、まとめたい、さらに出せるか、倒れるまで、さらに右、残り30秒切りました。ラウンド井上の上が出る、ストップの右が、ストップ、さらに右が出る、マンションを下がらせる、井上の上、世界に向けこのラウンド、さらにダッシュを重ねる。ここでレフリーが試合を止めました。東洋太平
とコールされました井上尚弥。フィジカル面でも上半身も大きくなってましたし、やはりああいう、こう地面を滑るような足遣いをしようと思ったら脚力